何かアクションを起こせば何かマイナスなことが起きて、治療家が先に死ぬんですよ。これ全員を救うってことはそもそもできないよ。今やってるものを効果的にしていくためにこんなものがありますのアップセル。はい、松田圭太です。動画の滝ありがとうございます。今日はですね、痛みをなしてヒントだったりアイデアを治療家のあなたにお届けできればと思います。はい、ということで今日は軽減ということで、ゆなさんから質問があることで、この前の動画で松田さんが客単価を上げろっていう風に、料金上げろのやつ、料金上げる、はいはい、料金上げないと潰れちゃうぞーって、はい、そうですね、おっしゃってと思うんですけど、はい、コメント欄でも結構あったんですけど、うん、単価上げるの怖いなとか、低く設定しちゃってこれからどうしようみたいな悩んでる方がいらっしゃるっていうことだったんですけど、はいはい、まあ、確かにちょっとやっぱ想像してみても単価上げますって言うのって怖いなって。怖いっすね。そうですよね。うん、でもそこやんないとやっぱ売り上げって伸び悩んじゃうよなっていう、まあ、数勝負になりますよね。そうですよね、数こなすしかないになっちゃう。まあ、この前も動画のコメント見てましたけど、もう低く始めちゃいましたみたいな始めちゃったどうしようみたいなね、はい、まあこれよくあるんでね、一回潰してもう一回始めてくださいこれが一番でも早いのよ。潰してもう一回新しく技術を学んだんでつって始めるのが一番まあ分かりやすい。何の偏見もなく言うんだったら、今このまずお店閉店するけど新しいお店を立ち上げるので共通専門の専門員ですとかって言ってやって差別化して始めてって、来る人は来るが一番すっきりです。がまず一つ目なんだけど、はい、まあ、それはできないよね。ちょっとそうですね、まあ、今のところせっかく始めたんで、そこからちょっとやっていきたいなっていう方も多いと思うんで、単価を上げる方法ってところを教えていただきたいです。ただでそこは YouTube 視聴されてる方に困ってる方いらっしゃると思うんで、わかりました。まあでもこの前のコメント見てたらもう心苦しくなってきてる。始める前だったらね、単価上げてやってよってなんですけど、はい、始めてしまってる方が多いからね。全然方法あるんですよ。客単価より方法あるんだけど、マインドセットとして一つ覚えてほしいのは、全員は救えないってことだけ絶対覚えて。例えば5000円でやってます、これを8000円に単価上げるって結構でかいじゃないですか。 160% 単価上がってる状態、あの8000円に上げるってことはできはするけど、じゃあ5000円払った人が8000円を払うようになるのが全員になるかって言ったら、それは結構難しいです。必ず一部の人はいや5000円でいいですって人が出てきます、はい、で8000円でいいですって人が出てきます。全員を救うってことはそもそもできないよってことはぜひ覚えてない、はい、全員を救いたかったらやめます、こっち始めます、絶対来てくださいって言ったわけです。これが一番スッキリですけど、まずそもそもの今の箱の中で5000円でやってるところで8000円に上げるっていうのをすると、一部の人からクレームが起きるし、一部の人からはあの何も起きなくて8000円で自分の人が出てくるというのはあります。で、そのマインドがまず入った上での話、例えば100人患者さんがいて5000円でやってる、月に1回来てくれたら50万じゃないですか。これが全員が100人が8000円払ってくれたら80万になるわけじゃないですか。30万アップ。だけど、8000円を買ってくれる人が50人。5000円を買ってくる人が50人で、65万になりましたはできる可能性だった。で、徐々に徐々に8000円の方にみんな移行していくっていうのは可能。ただ全員が急に8000円にっていうのは難しい。これを5000円を8000円に上げる。この方法ある。お、何がありますか？ちなみにルールがあって、はい、時間を増やすため、単価を上げるでよくあっちゃうのが、はい、60分やってるのを90分にするから8000円、これダメなんですよ。なんでかって言ったら、分単価って言って1分あたりの稼げるお金ってのが変わってないんですよ、はい、例えば50分で5000円、80分で8000円だったとしたら、10分間で1000円じゃないですか。1分間で100円か、これ分単価100円って言うんですよ。でこれ変わってないんで、伸ばしたところで客単価は上がってないです、はい、なんで時間は60分だったら60分のままで、60分5000円を60分8000円に変えてください。どうする？めっちゃ上手くなりましたってちょっと根性論、僕めっちゃ成長したんで1000円してください。そのマインドがあったらここやめてこっちしないと確かにいけるかいけるいける。でこれはね、ちょっとしたスキルと技があって、これ何するかって言ったら、アップセルっていう方法とクロスセルっていう方法、これは聞いたことありますか？なんとなく聞いたことありますね、まあ、簡単に言ったら、車300万円で買いました、カーナビ30万円って買いやすいんですよ。これアップセルって言って、まあ、クロスセルもアップセルも多分あんま分かんないけど、まあ一緒だと思ってください。いわゆる300万買った後の30万って安く感じるんですよ。ただ30万のカーナビどうですかって言うと、めっちゃ障壁高いんですよ。高いものを買った後に追加でこれどうですかっていう商品、これをアップセル商品って言うんですけど、例えば100円の商品買いました、10円足したらこれもっと入りますよって思う、10円だったらいいかってなるじゃないですか。この感覚が一緒で、300万で30万でも一緒なんですよ。いい車買っただったらより良くしていこう、30万買ったら次は C とかね、これ10万でって言って10万になって、
もう家と一緒ですよ。俺も家作ってんの今。おっしゃってましたね。もうアップセルだらけ。ああ、もうそこら辺行ったらもう後下段がいっぱい。ああ、アップセルだった、アップセルだった。奥さんと行くじゃないですか。キッチンとかね、蛇口があるじゃないですか。蛇口がこれとこっちに変える。こんなに済むんです。これ触っても何もわかんない。何もわかんないみたいな。こっちの方が良くない。そうだね。これね、でもよくある話です。うまいですよ。またなんか家って何千万とかじゃないですか。なのにちょっと風呂が広くなるだけで3万円ですみたいな、これ安いのみたいな感じだけど、この3万円とか5万円が積み重なって最終何百万になってる、はい、次金額が提示されるんですよ。最初の提示からいくら上がったのか緊張して俺は見えないんじゃないかな。怖いですね。怖い。だけどまあ一緒です。でっかい金額出せば出すほどアップセルが、100万でも1億買っての100万ってめっちゃ低いんですよ。高い金額買った後のアップセルはすごく安くなります。5000円買った人に3000円やると、もっとこの60分がいいものになりますよっていうものにしていくのが一番ベスト。この時に出していく商品が何個かあって、生態に相性がいいもので、まず一つ目は何かって言ったら、例えばよくあるのが腰痛専門の治療バーッと60分間やります、マッサージしますでね、5000円でした。これに対して例えばこの治療にプラスアルファでこのオイルをつけるととか、足だけオイルをつけるといいんですけど、これ1000円です。普通に足のマッサージをするってのでもやるんですけど、これにオイルつけるとさらに疲労回復しやすいですで1000円。オイルをつけるだけで同じ10分が、例えばこれ1000円アップすれば1000円だとすると2000円になるから2倍になるんですよ、金額が。例えば肩とかもそうですね。例えばそこに対して匂いまでつけると回復しやすいって言ってアロマとかを炊いてみる。これで500円ですとか、500円だといくかみたいな。5000円で500円でアロマ炊いていい匂いで1時間過ごせるわけじゃないですか。ああ、いいなってなって、じゃあこれにしようみたいな。アロマ買うじゃないですか。そしたら、アロマも種類があって、って言って、これは500円のコースなんですけど、こっちのやつはすごくいいものを使ってて、オーガニックで、こっち1000円なんですよって言うと、おー、じゃあ1000円で。なる人がいるんですよ。じゃあオイル足やりますってなるじゃないですか。あ、そしたら手もね。でもあーはいはいはい、でもやってみようみたいななると、例えば1000円のアロマ、1000円の足、1000円の手になったらこれで3000円あるとプラスじゃないですか。同じ60分の治療でも、ちょっとセットする時間はかかるかもしれないけど、同じ60分でも3000アップしたりする。これはね、いろんな商品あるんだけど、何が言いたいかというと、同じ治療をするにしても、何かをつけるととか、この触る前に機械で温めると、すごくマッサージしやすくなるとか、例えば60分触るんだけど、60分の前にちょっと温めておくとかもあるね。これ時間はちょっと長くなっちゃうんだけど、自分が触る時間60分じゃないですか。だから前の患者さんやってる間にちょっと早めに来て10分間温めておく。例えばウォーターベッドで寝てもらっておく。自分の施術時間は60分変わんないけど、2、30分前に来てもらって寝てもらっておくだけで筋肉の浸透の仕方が全然違うんですってなったりとかして、実際にまああるんで、そういう機械とか実際にこう触るときにオイルを塗った方が緩みやすいとかも全然エビデンスもあるんで、まあそれも全然入れていいと思います。そこから持ってきたものを使うとか、自分以外のものを使っていったりとか、何かアドオンしていくってですけど、まあそういうのでなんか頭凝らしてみるといいと思います。今やってるものを効果的にしていくためにこんなものがありますのアップセル、これがまず一つ目、相性がいいです。で、二つ目は、さっきの筋肉緩みやすくなると同じなんですけど、ちょっと違うパターンで、サプリ。家で飲んでもらったりとかするお茶とか、家で飲んでもらうサプリ系とかがあると、やっぱ栄養素が悪いと、食事が悪いと筋肉作ってるのそれだから、食事を良くしていきましょうで、サプリがあったりとかっていうのもあります。まずは生態だと、この二つぐらいがすごくアップセルをしやすい。効果を高めるためにやってるっていうもの。本当に効果があるものじゃないと、なんか本当かなってやっぱやめてくし、最悪なんか騙されたと思って5000円さえなくなっちゃうので、アップセルするものは本当にいいものを揃えておくことはすごく大事かなというふうに思います。あとは分単価の話が来たじゃないですか。実際に時間を増やすっていうのもあるんですけど、今の延長線上、例えば50分で5000円で10分で1000円ってところで80分伸ばすから8000にするじゃなくって、例えば50分5000円だったところにプラス10分間伸ばします。ただこれは骨盤矯正とか普通はやっていない治療を追加していきます。例えばこの10分間を3000円、骨盤矯正特殊なんで3000円で10分間やりますっていうと、時間伸びてるけど60分で8000になるじゃないですか。そうすると分単価がだいたい130円とかかなに伸びていって、これ分単価があるじゃないですか。ってなると客単価とか分単価が上がって、自分が施術する時間を伸ばしてるけど8000に上がる、この時間を増やしてってパターンもある。だいたいこの分単価を変えずにアップセルで物品使ったりとかサプリ使ったり、あとは分単価を上げるっていう意味で追加の特殊な施術をしますっていうのがあったりする。
っていうのでやっていく。で、それが好評で改善する人も多いっていう、商品力も上がってるんだったら、新しく来る患者さんからはもうそもそもそれが入った1時間8000円のコースですっていうのがスタンダードにしていく。徐々にしていくと、既存の患者さんもそれが当たり前になっていくかもしれないし、新規で来る人たちからはそれが当たり前なんで8000円っていうのが当たり前になってくるっていうのもあるかなと思います。徐々に切り替えていくってタイプですね。まあ、この辺が客単価を上げるまず最初にやってほしいことかな。だからこの切り替えるときに、マインドセットで言ったけど、患者さん抜ける人は絶対出てくるから、5000円でリラックスできればよかったって人が、なんか骨盤矯正しませんかって言われたら、もう上に走ったら嫌だなとかって感じる人いるんですよ。それはもう全員が全員救えるわけじゃなくて、やっぱ何かアクションを起こせば何かマイナスなことが起きて、治療科が先に死ぬんですよ、これ。マイナスなこと起きちゃった。ずっと来てる患者さんが来なくなっちゃった。やっぱこの値上げやめようみたいな。で、やめていくことがやっぱ多いんで、やるって決めたんだったらやった方がいいです。中途半端が一番ある。はい。一定数は、ちょっとまあついてきてくれない患者さんもいるかもしれないけど、やるんだったら、だからもうそれもややこしかったら、すいませんやめます、新しくこっち始めますが一番なんだかんだ一番スッキリします。自分がやりたい治療やっていきたいし、勉強もしてきて5000から8000に上げたいと思います。あの何々さんはぜひこの痛みの治療を受けてほしいですって言って、来なかったら来なかった、来るんだったら来るっていう感じ、まあ、そもそも商品が変わるんで、はい、だったらやる、諦めないが一番大事。途中が一番きついんで、始めた当初準備したのに全然もうなんか売れなくって、はぁ、やめとこうみたいな。でもやり続けてって必ず変えていくっていう風にした方がいいかなって気がしますね。そこがまあ客単価ね、上げる方法かなと思いますが、レオンさんどうですか？めっちゃ勉強になりました。ああ、うっといですね。客単価上げる、低く始めるんですよ。多いからね。だからぜひ上げていただきたいなと思います。で、私経営とかね、治療院専門のさせていただいてるので、もしね、見てる方で、経営やってみたい、経営深く学んでみたいって人であれば、概要の方から、無料教科書、ダウンロードしてみてください。それ以外にもですね、腰痛の教科書、膝痛の教科書とか、いろんなものも入ってる教科書のパッケージになってます。ので、ぜひね、そちらの方、ぜひダウンロードしてみてください。あと、チャンネル登録とコメント、高評価いただけるとすごく嬉しいので、そちらもよろしくお願いします。はい、ということで今日はね、これで終わりますけど、ぜひ経営をやって初めて患者さんも来ますし、経営やってないと自分がね、きつくなってきてしまいますから、投資もできないしね、技術に対してぜひね、経営をしっかり学ぶってことをやっていただければと思います。では今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画を見ていただきどうもありがとうございました。また見てください。まあ、売上を上げるために回数券とかをやるっていうのはまた別の話になってくる。全然違う。客単価下がります、あれは。20回で20万円じゃないですか、1万円だったら。のところを18万にするんで、1回あたりが9000円になっちゃう。だけど、その代わり頻度。単価かける客数かける頻度の頻度が1回で1万円であって、まあ、いわゆる強制 LTV って言うんですけど、ここが20回分になるんで、20回分の売上が入る。だけど、単価は下がってるって感じです。単価下がってるから、相手にとっても負担少なくなる。松田さんが、他の委員とかで見たことある、一番高い単価って、いくらでした？ 30 万?1 回で30万？あ、いや、1回100万。え？ 1 回100万がいました。1回100万と、1回30万ぐらい。まあ、100万は、ちょっともう特殊すぎて、私は、もう、ちょっとそれは治療じゃないと思ってます。そういう主義というか、希少性出す。客単価上げる方法として、希少性出すが一番いいんですよ。例えば、スポーツトレーナーで一番もらった人って誰だと思います、はい、障害報酬としてスポーツトレーナーで一番もらった人、はい、バスケの人なんですけど、マイケル・ジョーダンの、そう、おマイケル・ジョーダンのサポーター、名前忘れたけど、はい、その人が一番高い。なんでか、マイケル・ジョーダンしか見ないからです。で、マイケル・ジョーダンが引退した後に見たのがコービー・ブライアント、ああ、はいはいはい、なんですよ。もう伝説のトレーナーなんですよ、はい、なんでかって言ったら一人しか見ないから、高いんですよ。客単価が一番高くなるのはレア性で、100万とか30万も月にそもそも1人しか見ないとか2人しか見ませんとか、1日1名ですとか、だから高いんですよ。だからこれも客単価の上げ方の一つあるじゃないですか。料亭でも1名様しか予約取りませんとか、だから単価高くなるんですよ。これも上げ方の一つですね。相当自信ないと思う。でもそのレア性がいいんで、治療技術がいいかどうかっていうのは別として、治療技術が本当にちゃんと通っていただいてっていう、そのレア性とかじゃない状態で言うと3万ぐらいじゃないですかね。適正価格3万だったら全然あり得ると思います。3万以上取るとちょっとなんか違うものになりそうな感じがしますね。まあまあまあ、これ分かんない。それもやったことない領域なんで。まあそんなのもあるんで、ぜひぜひ皆さん、いろんな客単価の言い方ありますから、学んでいただくと参考になるかなと思いますので、ぜひやってみてください。では、客単価チェック！